京都チーム、サララは立命館大学のすごいサークルです。例年、全国各地の学生が集まっています。学年を超えて仲が良く、今年で結成から26年目を迎えます。息の合った演舞をお楽しみくださいというコメントをいただいております。それでは京都チーム、サララの皆さんです。気合い入れてきてるんだ。会場にお集まりの皆様、こんにちは。いいぞいいぞ。我々京都よりやってまいりました、京都チームサララと申します。全身全霊魂込めて演舞いたしますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。かけるー、カディー、頑張れー。炎は時に優しく、時に温かく、時に暗闇を照らす道しるべとなる。これは61の新たな火種の物語。火種たちが大火にならんことを。それではサララ参ります。舞うは嵐、とどろくは赤き鼓動、焼き付けろ天。桜の中、新たに集ったサララの仲間たち。みなぎる元気と弾ける勇猛で桜街道は賑わった。やがて渡月橋を渡り、四色の火種がついた。セイハー！地面から立ち上る影の奥に、火種たちは城や土佐を踊り巡った。確かな足跡を刻む君たちの姿は、かつての大火を予感させた。夏を駆け抜けた君たちには、どんな景色が映ったか。それでもめげないあなたの背中に一緒に行こうと後押しされて、はっ、みんなで一緒に火種を育て乗り越えてきた。腹から声出せ、はっ、さ、せ、はっ。語らずにはいられない、とっておきの言葉を。熱い言葉、火が生えるように抗い、もがき続ける毎日。限界だって感じた時に思い出すのは、サララに入れてくださった先輩、サララに入ってくれた一回生、いつもそばで支えてくれたリピーターのみんなでした。誰かにとって墓がそれくらいの喜びを、私たちは一緒に分かち合うことができた。今日までの道のりが最短で正解だったのかなんて分からない。それでもここに来たのか、正解だったかなんて踊った後に決めればいい。心を燃やして今だけで、この瞬間の光景を目に焼き付けよう。せい、はっ、何回も何
戻ったらあるんで。